今回は Galaxy Fold をサブディスプレイとして使ってみます。こいつのディスプレイね、メインのディスプレイは 7.3 インチあるんで、まあこれサブディスプレイとして使えるんだったら結構使いでありますよね。なのでちょっとサブディスプレイとしてどれほど使えるかっていうのを試してみたいと思います。使うアプリはこれですね。デュエットディスプレイっていうアプリを使います。このアプリは、iOS デバイスを、外部ディスプレイとして使うアプリです。まあ、それが Android 用として移植されたものですね。Android にはスペースディスクとかスプラッシュトップとか、まあ、他に結構有名なアプリがありますけど、私は、iPad と MacOS の組み合わせで使ってた時にこのデュエットディスプレイ使ってたんで、まあ馴染みがあってこれを選びました。で、接続の方法は Wi-Fi とあとケーブル接続が選べます。Wi-Fi 接続の方がケーブルがないんで、まあ取り回しはしやすいんですけど、まあね、 Wi-Fi で接続できない場所っていうのもあるんで、そういう時のために、この USB-C のケーブルを使ってます。はい。で、今回はちょっともうこの Windows 10との組み合わせで使ってみます。こっちはちょっと Windows 10タブレットですね。Galaxy Fold の方はデュエットディスプレイが起動していて、Windows 10の方は起動してないんで、これ起動しますね。はい。これで、接続できましたと。今 Wi-Fi で接続してますね。はい。今ちょっと解像度調整中みたいな感じで。はい。これで接続できました。で、こっちの PC 側の設定は今フレームレートを60フレームに設定していて、パフォーマンスはハイパワーにしてます。で、解像度はちょっと変則的なんですけど、1004×768。1024の間違いじゃないかな。まあ、一応表示上はそうなってますね。はい。ちょっともじゃあ、この状態で一回使ってみますね。フレームレートを 60fps。で、パフォーマンスの設定をハイパワーにした状態で、今これね、マウスも接続して使ってるんですけど、このセカンドディスプレイ側に行くと、ちょっとわかるかな、この、ね、こうマウス動かすと、なんかね、ちょっとこう動かした時に、テテテテテテって飛んでる感じがする。じゃあこれを30fps に変更してみますね。で、これでどんな感じになるかですね。これわかりますか？さっきよりもなんか、ね、カーソルが飛びが多くなりますね。で、だと確実にちょっと使っててストレス溜まりますね。なんで使うときはやっぱね 60fps がおすすめはおすすめですね。よりいい感じにして、ピクセルパーフェクトにすると、どうなるかっていうと、もうこれ自体はあんまり違いがわかんないな。省エネにすると、おそらく、画像が荒くなるんだろうけど、それ自身はちょっと動きとしてはわからないし、使ってる限りではよくわかんないな。設定としてはフレームレートを 60fps にして、パフォーマンス設定をハイパワーっていう風にして使うのがおすすめですね。今解像度がこれ縦置きにして 1004×768 ですね。次 880×672 っていうのにしてみるとどうなるかっていうと、ちょっと拡大されて、字がちょっとスケーリングがいまいちなのか、結構ぼんやりした感じで表示されちゃいますね。これ一番低い解像度で、Twitter のクライアントを表示した感じですね。はい。で、次に、もともと使ってた 1004×768 の解像度にしています。さっきより、はい、今変更して、これさっきよりちょっと、全体的にこう、表示面積が広がったのが分かりますかね。
この辺のアイコンとかもちょっとちっちゃくなってるし、クライアント領域、ツイッターアプリのクライアント領域も増えてますね。これででも使っても特にスクロールは引っかかる感じはしないし、悪くないですね。じゃあ次さらに、1508×1152 っていう解像度ですね。はい、これだと相当画面広く使えるようになったけれど、字は相当小さい。まあ、これでもスクロールはそんな突っかかる感じはしないな。なかなかよくできる。で、画面サイズが広がったから、こっち側にも情報が表示されるようになりましたね。次はドットバイドットで、2048×1536。一番大きい解像度ですね。もうめちゃんこ広くは使える。ちょっともうツイッターアプリだとこの画面の広さは活かしきれてないな。スクロールはちょっと若干もたつく感じはするけれど、まあでもこれでも使えない感じはしないな。ただもうちょっと字がちっちゃすぎて正直これじゃ見えないですね。下から2番目の解像度、あ、そうだな、1024×768 の解像度で使います。さっき1004って言ったけど、なんか表示がおかしかったのかな。これぐらいが、この Galaxy Fold のディスプレイにとっては適切かなと思いますね。まあ、本物のちょっとディスプレイと比べると、若干こっちの方が小さいですけど、まあまあそれは良しとします。iPad と MacOS で使う場合は、こっち側がタッチの操作にも対応してたんですけど、これもいけますね。これも素晴らしいな。Mac と iPad で使ってると、Mac 側がタッチ操作に対応しないんで、こっちもね、タッチ操作しようと思わないんですけど、まあ Windows だったらね、もともとこういうふうにして、タッチ操作に対応してるんで、こっちもタッチ操作で使えるっていうのは、なんか自然な感じでいいですよね。で、今、このビデオを撮り始めたからずっと使ってるんで、20分、30分使ってますけど、まあ、端末がこう熱くなってくることはないですね。こっち側の負担は低いのかな。はい。Galaxy Fold のディスプレイは、ここ見てもらったらわかるように、角丸なんですね。なんで、ものによっては、こういうふうにして、情報が切れちゃうっていうケースもありますね。例えば、これを横向きにして使うと、どうなるかっていうと、ね、ウィンドウを最大化してるときに、ちょっとここが切れる。で、このバッテンボタンも、ちょっと押しづらくなります。iOS 版では特に気にならなかったんですけど、これが、バックグラウンドに、仮に回りましたと、アプリが。そしても、これ見てわかるように、セカンドディスプレイはまだ生きてるんですよね。まあ、当然っちゃ当然で、この後ろでアプリが動いてるからなんですけど、なので、ちょっと使い方の注意としては、外付けディスプレイをもうやめるときは、もうこうやってアプリを終了させる。そうすると、今これ見てわかるように、Windows 側がシングルディスプレイになりました。まあ、ちょっとここだけちょっと唯一運用するのに、面倒なところではありますね。まあそれ以外はもう非常にこのデュエットディスプレイ安定して使えてるし、タッチ操作もできるし、結構お気に入りですね。このGalaxy Foldをなんかサブディスプレイとしてちょっと活用してみようかなっていう人は試してみてください。個人的にはおすすめです。はい、今回は以上です。